ついに、一人になってしまいました。これは僕だけが暇だったってことじゃない。映画キャラクターの日々は音楽の世界とは全然違う時間で本当に大変だったと思います。そうやって聞くとなんかすごい、はい、モロズミ役をやらせていただきました深瀬です。すごいいろんな人から反響をいただいたり、すごいたくさんの人が劇場に足を運んでいただいたと聞いてすごく嬉しく思っております。そしてついに、一人になってしまいました。これは僕だけが暇だったってことじゃない。いえ、そんなことではなく、ぜひ積極的にお願いしたいと。積極的に、僕しか暇じゃなかったんです。暇だったんだと思います。そんなことでアルバムの発売前だからはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スペシャルなものをご用意させていただいております。はい、実はここである方からメッセージをお預かりしてまいりました。私が代読させていただきます。深瀬様、お疲れ様です。須田です。来ればよかったのに。いつも思うんですけど、忙しいでしょうね。そうですね、ドラマとかもありますしね。はい、お元気ですか。はい、僕は元気です。今日も早起きですか。バドミントンしましたか。明日行きます。正直アクティブな深瀬さん、未だちょっと慣れませんが、ギャップだらけでご一緒してる時間は毎日楽しかったです。本日そちらに伺えずすいません。舞台挨拶どうですか。慣れましたか。その景色は僕らがいつも見る景色で、自分の作品を見てもらい、不安と高揚と感謝が混じる不思議な景色です。僕は未だに毎回ドキドキします。まだ慣れません。舞台挨拶ではないですが、初めて自分の映画を見たときはよくわからない敗北感でいっぱいになり、気づいたら泣いてました。深瀬さんはどうでしたか。自分が演じているということどうでしたか。自分のシーンは薄めでしかまだ見れないとおっしゃっていましたが、見終わった後どんな顔だったのかちょっと見たかったです。自分じゃないけど自分が映っていて、演じているけど演じてなくて、お芝居って面白いなと思います。嘘だと分かって見ているのに、いつの間にかその世界に入っていって、気づいたら泣いてたりして、映画館独特の閉塞感、なんか特別だなと思います。そしてそんな不思議な時間を楽しんでもらえていると幸いです。映画キャラクターの日々は音楽の世界とは全然違う時間で、本当に大変だったと思います。終わった時に楽しかったと言ってもらえた時、少しほっとしました。それが僕らの目標でした。やったぜ。宣伝活動等も本当にありがとうございました。お疲れ様でした。打ち上げもできないレアケースでの現場でしたが、僕は本当に楽しかったです。刺激だらけでした。がっつりお芝居できて、丁寧に役と向き合っていくその姿は本当に美しかったです。震えてる指先、どこまでも深い黒目、心地よい声、しばらく焼き付いて離れないと思います。諸角、最高でした。深瀬さんの代表作になること、胸張って俺の映画だと言えること祈っております。僕は間違いなく映画キャラクターは深瀬さんの映画だと思っています。出演してくださり本当にありがとうございました。今しかできないものができた気がします。また共演できること楽しみにしております。ゆっくり休んでください。あ、家行きます。菅田将暉。
来てねえのにいいとこ持ってくな素晴らしい、ありがとうございます。本当に須田くん、いつも僕がお世話になりっぱなしで、本当にいいとこ持ってくし、来てないのに本当に来ればよかったのに、僕がやっぱり僕だけ暇だったのかなでも須田さんも感謝されてましたし、いや本当にお手紙いかがですか、改めて。え、なんか普通にジーンと来ちゃった。なんかそう来ちゃいましたね。なんかいい文章を書くなってまず思いましたね。なんかそんなこと思ってた。まあまあでもそう、いつもそうやって言ってくれてた、そうやって言ってくれてたのを、なんかこうすごいまとめてそうやって聞くと、なんかすごい、うん、なんか多分何かしらのいい音楽が流れてたら多分泣いてたと思います、ね。はい、増田さんと今回がっつりとタッグを組んだわけですが、どうでしょうか、深瀬さんにとって須田さんってどんな存在ですか。え、だからそのなんかあれですよ、あのやっぱ先輩なんで、その役者さんとしては、あのやっぱりそのまあそのメッセージでもおっしゃってたように、あの楽しかったって言ってくれたのがすごい一番僕は嬉しかったって言ってくれてたから、やっぱりすごい年は下なんだけども兄貴的存在でしたね。お、だから須田くんも同時に年は上なんだけど弟的な存在みたいなことを言ってて、なんかそういう関係でしたね。やっぱり僕は役者として先輩だと思ってたんで、もうそうですね、僕もう現場着いたらもうすぐ挨拶に行くみたいな、そういう感じでした。嘘だな、今のは多分、はい、嘘です。挨拶はしてなかった気がしました挨拶はしたけども、その楽屋が近ければしてました。はい、なんかメッセージ読んでても、こう2人の信頼関係だけじゃなくって、こうじゃれ合いというか仲の良さがすごく伝わってきましたね。文章の最初の方ですとか。いやもう本当にそうですね、ラジオとかでめちゃくちゃ喋るから、なんかね、仲良さそうですけど、まだプライベートではそんなことは一回もないですし、LINE の既読はつきづらいですよね。LINE の既読がつかないって俺が文句を言ったら、生放送のラジオで言ってやったんですよ。でそしたらその日のラジオの放送が終わった後にすぐ LINE が来たんですよ気を使わせるなと思ったから、それは返信をする、1回だけ返信して、2通目も来たから、そこはここ返信するとまた気づくつかないみたいなことを考えちゃうかなと思ったから、僕の方に取りました。すごい心理戦ですねまあでも家に行きますとおっしゃっていたので、ぜひね、本当にこの状況が落ち着いたらっていうか、本当にそういうのを、そう、神木くんと2人で来てくれるって言ってるから、あーどうしようかな、なんか何作ろうかなと思ってます。あ、お料理ですか。料理です。なんか、あの2人に合う食事、なんかあの2人食事の趣味全然合わなそうだから、なんかすごい大変だなと思います。なんか考えます。その日が待ち遠しい。